今日はコントラバスやフレットレスのポジションだったりとかピッチ音程ですねなんかを、補強していくための練習リーディングエクササイズを使いながらピアノ伴奏に合わせて弾いていくというふうな練習を紹介していきたいなと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はですね、冒頭にも話しました通り、コントラバスやフレットレスの人に主に向けてというふうな話をしていこうかと思うんですけども、同じくね、エレキベースの人、フレットがついてる楽器の人とかでも役に立つ話だと思うので、ぜひね、全ベーシストさん楽しんでいっていただけると嬉しいなと思っております。具体的にどういうふうな内容をやるかというふうな話をまず説明していこうかと思います。で、それは、まずですね、僕よく今までもこのチャンネルでね、リーディングエクササイズというふうなことを取り上げて、説明してきました。それは何かというと、やっぱりね、そのポピュラーミュージックを中心にやっていく人っていうのはコード譜を読んだりだったりとか、まあ、リズムのトレーニングだったりとかっていう、まあ、大きな練習っていうのはあると思うんですけど、やっぱりこの指板の音を覚えていく、しっかり把握しているっていうのは非常に重要なことですので、それの補佐になるような、具体的に平音記号を読んでいくような、簡単な平音記号を読んでいくような練習もしていきましょうよ、というふうな内容でした。で、今までもね、そういう教材とかも販売してたんですけども、今回はね、まあ今までだとね、フレットがついてる楽器なのでね、音程とかそんなに気にしなくてもね、合ってさえすれば、まあ普通に弾けたと思うんですけども、今回の趣旨は、やっぱフレットが特についてない人だったりすると、そういう風な音程を弾いてるつもりでも音程が合ってないとか怪しいっていう場合だったりとか、ポジションもよくわかんなくなっちゃうよっていう人も多いと思うんですよね。なので、今回はその今まで使ってきたリーディングエクササイズのものに、ピアノ伴奏という風な音源を作りましたので、それを合わせて弾いていきながら、音程も気にしながら弾いていくという風な練習内容にしていこうかと思ってます。と言いますのも、しばらく前に基礎練習の、ピアノ伴奏の音源みたいなものっていう風なものをご紹介したことがあります。もしよかったらね、そちらも上げときますね。で、それがね、ずっとその、ピアノ伴奏と共に練習していくというのは面白いし、僕もよくやったりするので、価値のある練習だと思って、ずっとやりたいなと思ってたんですけど、なかなかね、やりたい企画がたくさんあるので、まあ、そういう時期になっちゃったんですけども、まあ、実際そういうような動画をアップしたら、結構ね、評判が良かったみたいで、いろんな方からコメントだったりとか、その実際音源を購入していただけた方っていうのもたくさんいらっしゃいまして、やっぱりね、この皆さん音程とかポジションにやっぱり結構苦戦してる、悩んでるんだなっていうことも改めて実感しました。で、やっぱりね、なので、そのエクササイズも単純にね、フレットがついてるものだったら単純に弾けばその音程が出ると思うんですけど、それに近しい音程は出ると思うんですけど、やっぱりね、フレットがついてない楽器だとそれがものすごく大変になってきますので、なので、今回もね、実際ピアノ伴奏を、まあ、つけて練習してもらえるようにした方が、まあ、効率が良くなるんじゃないかなと、より正確になっていくんじゃないかなという思いのもと、まあ、今回ね、改めて、リーディングエクササイズというものを取り上げてすることになりました。で、まあ、今回ね、どういう風な方向けなのかという風な話を少し説明したいなと思うんですけど、まあ今さっき言ったように、まあフレットレスだったりコントラバスだったり、フレットがない人の楽器、ない楽器の人っていうのはもうなおさらいいと思うんですけども、まあ特にね、まあクラシックの人だったりすると、まあその僕のね、リーディングエクササイズっていうのは、まあ実を言いますと、大元になっているような、古い教本があります。それはコントラバスのシマンドルという風な本なんですけども、まあそれをね、ちょっと改良したりとか、まああの、あんまりヘビーにならないようにね、抜粋したりだったりとか、少し改良したり、順番を並び替えたりとかして、改良したものを、こう、まあリーディングエクササイズとして、使ってるんですけども、クラシックのね、人だとね、平音記号を読んでいくというふうなものが、やっぱり主たるものになってきますので、もしね、しっかり、アルコで向き合いたいなという人だったりすると、やっぱシマンドルとかっていう本をね、買って、しっかり練習していただきたいなとは思うんですけども、まあ僕もね、ジャズミュージシャンなんですけど、まあシマンドルとか、まあそれ以外にもハラビエ、ボッテシーニ、まあ、あと何でしたっけね、シュワーベだったりとか、リーとかっていうクラシックの本たくさん練習してきたんですけど、まあやっぱりね、それを練習するっていうのもね、すごく、大変なことですし、まあ今さっき話したみたいに、ポピュラーミュージックやジャズなんていう、ジャズとかポップスとかっていう音楽をやられてる人は、平音記号を読んでいくというのが主というよりも、やっぱりコード譜からどうやってベースラインを組み立てていくかとか、リズムのもう具体的なトレーニングですね。だったりとか、
もっとね、重きを置いてほしいようなこともたくさんあるわけです。時間を使ってもらいたいようなこともたくさんあるので、やっぱりそのシマンドルを全部取り上げてやっていくっていうのはしんどいと思うんですよね。なので、まあこういうふうなものを抜粋して、しかも音程をつけてやっていけると、まあより強化される、補強されるんじゃないかなというふうに思ってます。で、もちろんね、エレキベースの方、フレットがついてる楽器の人はダメなのかったら、そんなわけではなくてですね、単純に間違えてないかっていう確認もなりますし、まあ弾いていてピアノと一緒にやってたら楽しいと思いますので、もしね、やったことある人っていうのも、このリーディングエクササイズ購入していただいてやったことある人っていうのも、ピアノ伴奏とともに練習していただけると面白いんじゃないかなというふうに思ってます。そして、その今回のそのリーディングエクササイズの内容っていうのはどういうことかと言いますと、主に今までリーディングエクササイズっていうのは2種作っております。で、一つに対して6問ずつ、6個のお題というか、エクササイズが入っています。で、それの今回はパート1、古い方ですね。もうたくさん購入していただいた方もたくさんいると思うんですけども、このパート1の、ピアノ伴奏というものを作りました。しかも、テンポが60、80、100、120というふうに4種類のものになってますので、非常にね、細かく練習できるんじゃないかなというふうに思ってます。特にね、フレットがない楽器の人は60ゆっくりですけど、それでしっかり練習していただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます。で、フレットついてる人もね、もしよかったらよろしくお願いします。で、それのね、リーディングエクササイズ今日使う教材だったりとか、それから音源、ピアノ伴奏の音源、バラバラですけども、ノートというふうな、外部リンクから、購入できるように URL を下の説明欄に貼っておきますので、もしよかったらそちらの購入もよろしくお願いいたします。そんな感じでね、ちょっと前置きが非常に、説明が長くなりましたけども、早速ね、リーディングエクササイズをやっていこうかと思います。今日はね、シャープ2というものだけ取り上げて、具体的にどういうところを注意してやっていったらいいのか、などとかっていう話もしていこうかと思います。で、もしね、今日初めて見られた方とか、チャンネル登録まだお勧めでない方いらっしゃいましたら、こんな感じでね、ベースにまつわる濃くて深い話をたくさんしてますので、もしよかったらチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。で、今日もためになったとか、良かったぞとか、こんなん待ってたぞとか、音源最高とか思っていただける方、もしよかったらですね、グッドボタンもよろしくお願いいたします。励みになりますのでね、よろしくお願いいたします。では早速行ってみたいなと思います。コントラバスを構えてやっていこうかと思います。どうぞ。ベースベースベース。はい、どうもです。ではね、こっからはコントラバスを具体的に使って、やっていこうかと思います。ではね、まず今日やるような、やるリーディングエクササイズ、シャープ2という風なものを、横っちょに全部出したいなと思います。ほい。出ました。まあ、今日ね、やる分には、全部出しときますので、もしくはね、もうちょっと見やすいように後では拡大して、やると思いますので、今日やる分にはね、そんな困らないようにやりますのでね、特に購入していただかなくてもやれるようにしますので、動画だけでいいよっていう人はそれで楽しんでいってください。よろしくお願いします。で、購入していただける方はね、よろしくお願いします。まず見ていただくと、このシャープ2という風な感じであります。これがまあ6個あるんですけども、音源ももちろん6種類あります。6種類というかね、テンポ合わせると全部で6、4、24個の音源が入っております。で、今回ね、見ていただくと、こう、フラットが3つついてるので、これが、キーが E フラットメジャーキーだ、ということがわかります。もちろん C マイナーキーの可能性もありますけど、今回はメジャーキーになります。で、もちろんね、調合がこのように3つついてるので、B と E と A のところには、すべてのオクターブ域で、フラットがつく、というふうな感じになっております。まあ、これはね、基本的なものなのでね、おさらい的な感じで、確認よろしくお願いします。で、早速見ていくんですけども、例えばこう、まあ、音源流す前に弾いていくと、E フラット、F、G、A、A フラット、B フラット。まあ、このように弾いていくんで、まあ、弾いていくんですけども、まあ、今、結構早く弾きましたけど、これね、例えばこう、クラシックの本だったりすると、ポジションが書いてあるところがあると思うんです。これ注意事項の話なんですけど、で、そうすると、こう、例えばここのポジションでこう弾いてって、まあ、一番最初にやろうと思うんですけど、で、そうすると、なんていうか、こう、ポジションが指定されてて、そこで弾かなきゃいけないみたいな感じになってるんですけど、実際は、そこで弾く必要は僕はないと思います。クラシックの場合だとすると、具体的な定義があったりするのかもわかんないですけど、ポピュラーの場合だと、一箇所しかやらないというのは、むしろ、デメリットになることが多いです。そこしか弾けない、そこしかわからないというのは良くないってことですね。で、例えば、今回ね、このローポジションで弾いていく。まあ、1個目はそれをやろうと思うんですけど、その場合だったりすると何がメリットかというと、やっぱローポジション主体でやることによってピッチは取りやすくなりますよね。
さらに開放弦が混じってくるので、開放弦が混じるとやっぱりね、その開放弦では絶対音程狂わないので、なので、ずれてるかなずれてないかなという確認がしやすくなるのがまず一つあります。で、逆に、デメリットのことを挙げていくと、やっぱ今回だと例えば一番上の E フラットの音まで出るんですけど、この E フラットの音まで行くのに結構なポジション移動がありますので、まあそのポジション移動をやるという、まあ、ピッチが乱れやすいというふうなものがデメリットになると思います。ただもちろんね、このメリットデメリットっていう話は今してるんですけども、練習はそのデメリットをたくさんやる、まあデメリットというか難しいポイントですねをたくさんやるというのが逆に練習になったりしますので、まあそういうのも重要になってきます。そして逆に例えばここの E フラットこのような感じで、ここの E フラットからスタートするというのはメリットとしては、ポピュラーミュージックの場合、このドレミアソラシド、今回イオニアンスケールを中心にこのエクササイズが組み立てられてますけど、このイオニアンスケールのこの形というふうなものが分かりやすいということになりますね。そしてポジション移動も大きく変わらないので、まあうまいこと取れれば逆にピッチは取りやすいかもわかんないです。しかしやっぱりこのね、ずっとここら辺のポジション、ミドルのポジションでやらなきゃいけないので、やっぱピッチ感としてはやっぱこうローポジションに比べると取りにくいというふうなこともありますし、それから開放弦が使えないというふうなものも、使えないというかね、使わずにやるということなので、なおピッチをね確認するところも少なくなってしまうというふうなデメリットもあります。まあ、今さっき言ったようにメリットデメリットっていうのは練習においてはどっちもやった方が絶対いいので、まあ、今回は大きく2種ですね、ローポジションを主体にしてハイポジションだけこう変わっていくものっていうのを1個目にやるのと、2個目にやるのは、ここら辺の主体ですね、頭の中でイオニアンスケールが考えやすいポジションというふうな感じで主に2種やっていきます。もちろんそれのミックスみたいなのもあると思うので、練習する際は全部一通りやっとくといいと思います。ワンポジションだけで終わらして、ああよかった満足お腹いっぱいではなくてですね、こっちのポジションでやったら他のポジションでもできるんじゃないかみたいな感じとか、ここら辺も使えるんじゃないかみたいな感じで、考察してやっていくと、苦手な箇所が少なくなっていったりとか、音程が取りにくい箇所が少なくなっていくのでいいかなと思います。そして、このねテンポね、非常にゆっくりな、今日はまず60からやろうと思うんですけど、ゆっくりなテンポでやります。なのでね、特にコントラバスとかフレットレスの人はね、音程取りにくいと思うので、ピアノの音と間違ってないかな、そんなにずれてないかなっていうのを確認しながら、ゆっくりなテンポを特にたくさんやるようにしてあげてください。では行ってみたいなと思います。Thank you.
もです。どうだったでしょうかね。意外とね、やっぱりね、ローポジションからこうハイポジションにね、大きく移っていくのでね、そこら辺は慎重にやらないとピッチが難しかったりします。コントラバスはね、非常にピッチが取りにくいものでもありますし、まあ、もちろんね、フレットレスベースもね、取りにくいので、慎重に練習してあげてください。ではですね、最後にですね、今度は、ここのポジションですね。ここの E フラットからのポジションを、同じテンポで一遍弾いてみましょう。どのようになるのかっていうのを見ていただきたいなと思います。で、もちろんね、こっちの方がね、頭の中としては考えやすいんですけども、まあもちろん動く部分っていうのも少ないのでね、もしかしたらピッチも取りやすいかもわかんないですけど、まあ練習してみてください。ではやってみたいなと思います。そんな感じになりますね。やっぱりね、結構難しいと思います。僕もちょっと怪しいとこあったりしたと思うんですけども、なかなかね、いっぱい練習してもそういうことっていうのはありますので、まあ慎重にね、何度もやってあげるといいかなと思います。エレキベースとかで今までやった人とかもね、ぜひね、コントラバスとか、変わった人とかはね、もう一度やってあげると効果あるんじゃないかなと思います。ピアノとね、ずれるとね、音がボワーンと揺れますので、その辺を注意してやってみてあげてください。そんな感じでね、今日はこれにて、終わりにしようかと思うんですけども、もしよかったらね、たくさんピアノのね、ものを作ったので、よかったら、下から購入して、練習にうまいことを使ってあげてください。多分300円とかぐらいの安い値段にしておきますので、よろしくお願いいたします。それとですね、もちろんね、エレキベースの人だと指だけだと思いますけど、今回ピチカート弾きましたけど、もちろんアルコとかもありますので、アルコでね、練習してあげてもいいかと思います。で、クラシックの人もね、本だけだと難しいのでね、初歩段階としてね、うまいこと活用できそうな人は活用してあげてください。よろしくお願いします。まあそんな感じでね、このチャンネル、ベースのことについてたくさん話しております。深くて濃い話、噛み砕いてね、いろんな、ものに対して強くなれれるような話をたくさんしておりますので、もしね、面白かったとかね、興味あるぞという風な方はね、もしよかったら、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日も面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、何卒グッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。今後もね、たくさんいろんなこの手のね、インターバルだったりとか、いろんなものを説明していこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今日はこれにて終わりにします。ありがとうございます。失礼します。